したくれたきっとおいやべべでもしゃねえべそ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 んだけとっけやっとやっけやっべやるしかねえべそんすべそんな記憶あっけあっぜあっぞなんじゃやるしかねえは生きる優しい独り言始めて、はい、始まりました。今モートルさんの番組をご覧の皆さん、急に番組が変わりましたが、こちらはですね、このインターネットラジオ放送局ナスウェーブの本部から放送しております加茂雄三の優しい独り言という番組がですね、今始まりました。初めて見た方に申し訳ないんですけど、私今日飲んで帰ってきましてですね、かなり顔が真っ赤になってるかなと思うんですね。私ナスウェーブ、実は代表をやっております加茂雄三と申します。皆さんこんばんは。本当ね申し訳ないです。本当ねアクセスしていただいてる方本当ねモーテルさんの番組邪魔しちゃってね本当申し訳ありませんでした。この番組はですね那須高原から今お送りしております。今一気に高円寺から那須高原に移動して、今番組が始まりました。本当ねモーテルさんのファンの皆さん本当申し訳ありません。私加茂雄三と申しましてですねこのインターネットラジオをですね配信を始めた一緒にね高円寺の、インディアン様さんですね、とですねコラボしましてですねこの放送を始めましたが一応本部が私ナスウェブというですね、インターネットラジオこちらからですね放送してるんですけども本当ね、申し訳ありません。謝るしかないんですね。私ですね那須高原から、皆さんにですね、加茂雄三の優しい独り言という番組に一気に変わりましたけれども、那須ウェブというですね那須高原を応援しようということで、始めました、那須ウェブというネットラジオ放送局なんですけども、映像を流してるんでねテレビみたいになってますけど、もともと音声だけで皆さんに、番組を作り始めたのがきっかけで、ネットラジオという名前をつけてるんですけども、そんなわけで、そんなわけでって言いながらね、この番組は実はスタッフが全くいないんですね。僕は全く一人でやってる放送なんですけども、この時間にですね、チャットとか参加していただいてる方、本当ね、前のね、モートルさんの番組から参加してる方、本当申し訳ないんですけど、こんなね、ただの親父がですね、毎週番組をやっております。本当ねまだ見ていただいてる方よかったら楽しんでってください。那須高原の情報をですね皆さんにお送りしていきたいなと思ってですねこの番組をやっておりますので、この加茂雄三の優しい独り言というのは皆さんからのメールをですね募集して、番組をお送りしてるんですけども、ぜひですねこういう番組あるんだというのを知っていただけると嬉しいなと思っております。そんなわけでですね、毎週火曜日、この時間夜10時ですね、私番組やっておりますので、よかったら皆さん遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。どうなんでしょうね本当ね申し訳ない。さっき途中で音楽がね流れたと思うんです。ナスウェーブの、テロップと一緒に、音楽が流れたんですけど、あれは完全に僕が帰ってきてさあ放送始めようと思って流してしまった映像なんです。本当ね、モートルさん本当ごめんなさい。今もしモートルさん聞いてたら本当ごめんなさい。本当ねやってしまいましたね。僕顔色がね今日すごくいい色してると思うんですけど、本当ね普段はサラリーマンやってるんですよ僕。で今日実は会社のね飲み会が入ってまして、
で、まあ、先ほど帰ってきましてですね、この番組をやってるという状況なんですよ。本当ね、だからね、なんかね、接続しようと思ったらなんかおかしいなと思いながら接続してしまったんですね、無理やりね。そしたら、あれおかしいぞと思ってちょっと思い出して、ひょっとして番組かぶってないと思って調べたら、モートルさんの番組やってたんですよね。まあそんなわけでですね、今日は本当謝罪の番組みたいになってますけど、酔っ払ってる上に人のよそね、モートルさんの番組の邪魔をしてしまったということで本当に申し訳ない。まあ時々こういうこともありますかね。まあそんなわけで、まあね、始まってもうどんどん時間経ってるんで、まあちょっと始めていきたいなと思います。カモンユーゾーの優しい独り言、今日はですねメールテーマを、募集しております。スローライフ、あなたのスローライフを教えてということで今日はメールを募集しておりますので、あなたのですねぜひスローライフ教えてください。この下にねテロップ流れておりますけど、ナスアンダーバーウェーブアットマークヤフードットシーオードットJP、こちらまでですね、メールを送っていただければあなたのメッセージをお読みします。はい、ぜひですねメールを送ってきてください。僕はなぜチラチラ横を見てるかというとですね、この番組は全くスタッフがおりません。僕が一人で、機材操作なりすべてやっておりますので、まあそんなわけでチラチラね横を見ておりますが、まあそんな番組です。まあよかったらあと1時間ですね、皆さんお付き合いよろしくお願いします。じゃあ、いつものようにですねカモンユーゾーの優しい独り言始めたいと思います。では今日もよろしく。走り出す走り出す、止められないよこのバイブレーション、止めどなく君もなく、またまた続く My Recreation、そんなわけでですね、今夜も始まりましたカモユーゾーの優しい独り言。僕すごくいい顔してますよねこれね、ウイスキーを飲んできた顔なんですね。僕にとってのスローライフ、お酒を飲んでる時ですかね。何も考えずにですね、お酒を飲んでる僕はね、いい、まあいい路地ですけどね、ねインディアサマーで飲んでみたいっていうのがあるんですよね。ほらね、ナスウェブには宇都宮支局もあります。宇都宮支局は FM コロナですよね、集落風コロナというお店でやっておりますけれども、ちょっと BGM が必要ですね。なかなか飲めないんですよ、帰りが大変だから。で、あとはTスタジオというですね、鳥特化というお店から放送している放送がありますよね。これは割と家から近いのでこれは飲めるんです。そうすると鳥特化は OK、 集落風コロナは無理。そしたらインディアサマーはどうなのって言ったらすごく遠いんですよね、栃木県から。杉並区ですか、杉並区、高円寺にありますインディアサマー、あそこで僕はお酒を飲みながら、ぜひですね、
どっかの番組の放送聞きたいなって思ってるんですけど、まあ間違いなく遠いからね、飲めないですよね絶対ね。だから僕の中ではいろんなところでお酒を飲みたいって思ってるんですけど、高円寺で飲んだら絶対どっかホテルとか予約しないと無理ですよね。あれかな、高円寺のね、なんだろう、クリア B さん、木曜日のね、信号は大っていう番組があるんですよ。生でライブをやってる番組なんですけど、その進行をやってますクリア B さん、ぜひですね、止めてください。止めていただければ僕飲みに行きたいなと思ってます。駐車場とかも分かったので、今度は飲みに行きたいなと思ってます。はい、そんな、ね、鴨雄三の優しい独り言、ぜひですね、高円寺のモートルさんのファンの方もぜひチャットに参加していただけると嬉しいなと思います。チャットの参加の仕方はですね、ナスウェーブのホームページに、チャットの参加の仕方っていうのは作ってありますので、よかったらそちらからですね、見ていただくと、このチャットの参加っていうのもできますので、ぜひね、参加してもらえると嬉しいなと思います。はい、まあそんなわけでですね、鴨雄三の優しい独り言、今日はもう完全にね、ひどいよね、ひどいと思います僕も。だけど仕方ないんです、サラリーマンの差がというか、どうしてもね、会社の飲み会って、一応僕中間管理職にいます今、中間管理職というすごく微妙な位置にいます。残業しても残業がつきません。はい、そういう立場にいるので、飲み会って言ったら行かないわけいかないので、まあ、そんなわけで今日は行ってきましたけど、多分今頃うちのスタッフたちはカラオケに行ってます。そんなわけで僕は今日も番組の最後に歌いますから、よかったら最後まで聞いていただけると嬉しいなと思います。はい、まあ今日はスローライフということで、いろんなね話をしたいなと思うんですけど、なんかね、スローライフってなんだろうって皆さんも思うと思うんですけど、どうだろうな、自分が落ち着けるような時間とか楽しめるような時間って、多分それがスローライフなんじゃないかなって僕は思っております。はい、でまあだからね、いろんな好きなことやってる、このラジオなんかもそうなんですけど、もう完全に僕は好きでやってるという感じなので、もう本当にね、だからすごく鴨雄三の優しい独り言って本当に自分が喋りたいことしか喋ってないんですよいつもね。でまあいろんな告知とかやってますけど、教えたいことしか教えてないし、それじゃ良くないだろうって思うんですけどね。とりあえずナスウェーブというものが何かって、多分ねすごくモートルさんの番組から引き続いてるので、すごくナスウェーブをアピールしたい部分もあります。ナス高原、皆さんね、ナス高原ってどこにあるか分かるかな、東京から聞いてる方とかモートルさんのファンの方、ナス高原ってどこにあるか知ってます？何県にあるか分かります？なんかね、聞いたらなんかの記事で、那須高原の場所っていうのを聞くと、長野県にあるんじゃないかとか神奈川県にあるんじゃないかとか答える人がいるみたいなんですけど、実は栃木県にあるんですよ。栃木県、まあ知ってる人は知ってると思いますけどね。そんなわけで栃木県に、そうね、三原キングさんよく分かってますね。三原キングさん前から聞いてるからね、分かると思うんですけど、栃木県にあるんですよね。軽井沢に並ぶね、リゾート地、箱根軽井沢に並ぶリゾート地がこの那須塩原、那須高原ですけどね。そんなわけでですね、ぜひですね、皆さん遊びに来ていただければ嬉しいなと思います。すごい何言ってんのっていう番組になってますけどね。実は今月ナスウェーブ主催のイベントがあるんです。6月の19日、皆さん知ってますかね、キャンドルナイトっていうね、世界的に広げられてるイベントがあります。黒磯市、旧黒磯市になりますけど、那須塩原市なんですけどね、ここをね、駅で言うと宇都宮線、
東北本線の一番最後ですね、宇都宮線の、最後に黒磯駅っていうところがあるんですけど、そこの駅を 出て西口を出てですね、あ、西口しかないんですけど、西口を出てですね、目の前に、あ、西口、まあ、東口もあるんだけど一回出ないといけないね、西口を出てですね、目の前に泉屋というですね、建物があるんです。でそこで、私ども、もう第4回目になるんですね、数えてみたら第4回目になります。アコースティックライブキャンドルナイトというのを開催いたします。そちらにはですね、地元ミュージシャンが多く参加しておりまして、それをですね、皆さんにぜひ見ていただきたいなと思います。まあ、当日はビデオ撮影なんかもしてですね、後でみんなに見ていただこうかなと思って YouTube とかにもアップしようとは思ってるんですけども、実は前回やった冬のもまだアップし終わってないんですよ。これね、誰が悪いかっていうと僕が悪いんですけど、これがまたさっきも言いましたけど、サラリーマンの差がというかですね、なかなか時間が取れないということで、なかなか採用時間が取れないんですね。そんなわけで、まあ、少しずつアップはしてるんですけど、YouTube にね、メレメレっていうのがアップしてはあります。メレメレ、それから、加藤修司というね、それから、あ、これアップしてないんだな。今日ね、これからね発表したいなと思うのが、出演者がもう一人決まったんですよ。先週までは4人決まってたんです。メレメレっていうね、すごく読みにくいんですけど、メレメレっていうのと、ナオミケイっていうのと、加藤修司、そして、もう前回全部出てるんですけど、路上のラブファイター新一さんですね。この4人が決まってたんですけど、今回はもう一人決まりました。今日やっと決まったんです。ミスターナス塩原駅というですね、男なんですけども、まあ、これ言うと分かる人もいると思いますね。チャットに参加してる人、今もしくは聞いてる人の中でも、ミスターナス塩原駅って言ったらあの人でしょって分かってる人もいると思います。ね、出たっていうね、チャットが書き込みがありましたけれども、その男の曲を今日は聴いていただこうと思ってですね、画像を用意しました。そんなわけでちょっとね、まずはねチャンネルを変えさせていただきます。はい、出ました、君島大輔ですね。花火の男です。はい、残念ながらですね、花火の音源は今日は出しておりませんが、皆さんに聴いていただきたい今回の曲、家族のために、これねすごくいい曲なんです。だから今日は皆さんに聴いていただきたいなと思ってですね、用意しました。はい、花火ないということで、もったいないちん時の映像はあるんですけど、今日はね、みんなにスローライフを楽しんでいただこうということで、家族のためにという曲をですね用意しましたので、ぜひゆっくり聴いてってください。君島大輔で家族のために、どうぞ。最後まで、ありがとうございます。次の歌で、僕の歌は終わりにしようと思うんですけど、僕実はもう一回出るんですよね。あと1時間後くらいにまた、先ほど、演奏していただいた二郎さんと一緒に、また出てくるので、よかったら最後まで聴いてくれたらいいと思います。まあ、もうすぐクリスマスなんですけど、クリスマス、海外の方だと、アメリカとかの方だと、恋人たちで過ごすというより家族で一緒に過ごすっていう習慣があるようで、なんか僕らも、なんか今年、まあ、今年でも来年でも去年でもいいんですが、過ぎちゃったね、去年。たまには、家族のことを思いながら、過ごすのもいいんじゃないかなと思います。家族のためにっていう歌です。一人で
はい、皆さん、聞いていただきました曲はですね、君島大輔でですね、家族のためにという曲なんですけども、いい曲ですね、ありがとうございますっていうね、君っちょといえばありがとうございますっていうね、フレーズが有名でございますが、初めて聞いてる方は何のこっちゃっていう感じですが、この君島大輔、6月の19日黒磯駅前の泉屋でですね、キャンドルナイトに出演が決まりました。イエイ。これね、ここのスタッフね、ほんと僕一人だからね、寂しいんですけどね、まあこの君っちょが出ます。そしてその他の映像もですね、今用意しましょうね。これね、ナスウェブ本体はですね、この DVD を再生することができるもんですから、DVD の入れ替えというのをねやりながら、番組の準備をしてるわけですよ。これ本当ならスタッフがいればね、スタッフがいろいろやってくれるはずなんですけど、この番組ね、カモユーゾーの優しい独り言だけは僕が一人で、機材操作から、このパーソナリティまで全てやってるんですよ。ぜひですね、毎週見ていただきたい。よろしくお願いします。でここでちょっと一つ告知があります。告知っていうか皆さんに注意なんですけど、この番組というかこのストリーミング、ね、番組の放送はUstream という媒体を利用して皆さんにお送りしております。でちょっとね、最近いろんなトラブルを聞きました。で実はUstream を聞いてるとインターネットエクスプローラーが落ちてしまうというトラブルがいくつか発生しているようです。でこれは何かというと、
フラッシュプレイヤーっていうのがメインなので、本当はフラッシュプレイヤーの、バージョンの問題だとは思うんですけど、その他にインターネットエクスプローラーっていうのは割と負荷が強いブラウザーなんですね。ブラウザーっていうのはインターネットを見るためのソフトなんですけど、そのブラウザーっていくつか種類があります。すごく数はたくさんあるんですけども、その中でちょっと皆さんに注意して聞いていただきたいんですけど、実はインターネットエクスプローラーと、ユーストリームの相性っていうのはどうもあまり良くないということがインターネットで調べると出てきました。で、なぜね途中で落ちてしまうかというのは、そうそう、トトロンさんね、そう落ちてしまいますっていうのを、なぜかというのをお知らせします。これはもともとアメリカから出てるんですね、このユーストリームっていうソフトはね。でアメリカの場合は割と Mac がメインなんですね。で Mac と同じエンジンを持ってるのが、Google Chrome とそれから Firefox っていう、代表的なブラウザーがあるんですね、で割とそちらの方が相性はいいそうです。そんなわけで NAS Web のホームページ、トップページを開くとですね、NAS Web とはっていうページがあるんですけど、そこの、ページを開いてもらうと一番下の方に、Q&A というですね、ページを作りました。でそこにすごく相性のいい人はインターネットエクスプローラーでも全然問題ないんです。っていうのはパソコンの負荷の問題で多分落ちてしまうらしいんですね。デスクトップにたくさんショートカット出してる方、これは割と負荷が強いみたいです。出してる方は割とインターネットエクスプローラーでユーストリームを見ると落ちてしまうらしいんですね。で、おすすめとしては僕最近使うようになったんですけど、 Google Chrome というですねブラウザーがあります。これを使っていただくとまず落ちません。はい、よかったらこのユーストリームを使うときだけでも Google Chrome もしくは Firefox というですねブラウザーを取り入れていただいて、でそれでユーストリーム楽しんでいただくとすごく快適に多分利用できるんじゃないかなと思います。はい、そんな注意事項を、載せております。 Google はダメだった。ああ、三原キングさんは Google ダメだったんだ。一応ね僕の方で実験した結果では Google Chrome、Firefox は落ちませんでした。うん、なんでひょっとしたらパソコンにかかってる負荷が強い人の場合はインターネットエクスプローラー、Google Chrome でもダメかもしれません。Firefox はすごくねその Mac の OS にすごく近くできてるので、 OS っていうかねブラウザーに近くできてるんで同じエンジンを使ってるらしいので、Firefox なんかはおすすめなんですけど、割と機能が少ないので使いにくい部分もあるかもしれません。だから Google Chrome 試していただいて、で大丈夫だったら Google Chrome、 ダメだったら Firefox は間違いないかなと思うんですね。ぜひですねそこら辺何これ、なんていうの、トトロンさんこれなんていうのこれ、ヒギツネ、ヒギツネなんだろうね、これなんて読むんだろう、わかんないですけど、ブラウザーってすごく種類あるんですけど、すごくフラッシュに対なんて言うんだろう、相性のいいブラウザーっていうのが結構あるみたいなんで、そういうのを選んでいただいて、ぜひね楽しんでいただけるといいかなと思います。 Ustream 多分ね全般になんか割とエクスプローラー、インターネットエクスプローラーとの、Firefox ね、Firefox 漢字で書くとこういうことなんだ、なるほどね、なるほど、Firefox なんかはすごく相性いいみたいですね。はい、ぜひですね、Firefox もしくは Google Chrome 取り入れていただくといいかなと思います。こういう機会にね、ぜひね、パソコンの世界もいろんなものがあるみたいなんで、せっかくですからね、そういうパソコンに負荷、パソコンってね割とねなんでしょうね、いろんなものを記憶していくみたいで重くなっていくみたいだから、クリーンアップとかね、そういうことやってもらうといいのかなと思います。はい、なんか僕もあんまりね詳しくはないんですよ実際。もともとパソコンをね自作で始めるようなところからパソコン入ってるんで、ハード面は割と
詳しいんですけど、ソフト面はねあんまりね詳しくないんで、ぜひあの皆さんねいろんな意見があったら教えてください僕に、そこら辺の意見っていうのをできるだけホームページとかにアップして皆さんが快適に使えるような環境っていうのを整えていきたいなと思ってるんで、ぜひですね、いろんな意見聞かせてください。ぜひですね今日はあのスローライフということで、まあ、僕の番組あの基本的にいつもスローライフなんですよ、まあ、そんなわけで、いろんなね情報とかも送っていただければ嬉しいなと思います。モーテルさんのね番組と全くね本当僕の番組はねあんまり良くないの良くなくはないか、まあ楽しんで僕はやってるので、いいんですけど、ね皆さんもね僕に付き合って楽しんでもらえれば嬉しいなと思います。でこの番組はあの皆さんのメールで出来上がっておるので、おるのでっていうのもおかしいですけど、ぜひメールをたくさん送ってください。今日のメールテーマはスローライフということでね、まあテロップ流れてますよね、はい、nas_web@yahoo.co.jp こちらまで、メールを送ってください。よろしくお願いします。ということでちょっとねメールチェックしてみましょう。あメール来てますね。ラジオネーム勝丸さんありがとうございます。勝丸さんとはこの間ね初めて会ったんです僕、こんばんは勝丸です。はいこんばんは、かもゆうぞです。先日は某番組の放送見学をさせていただきありがとうございました。某番組っていうのはね、わかるかなと思いますけどね。番組制作とは楽しくもあり大変でもあるのですねということで、そうなんです、この番組はできればスタッフが欲しいね。さてテーマスローライフですが言葉的には最近よく聞きますね、はい、趣味などを重視する生き方だと思っているのですが小さなことから入り込めると思うのですね。ガーデニングやペットを世話する料理を作るエトセトラ。私のスローライフはやりたいことと仕事を融合させたいなと思って日々奮闘しています。はい、これできたら最高のスローライフと思いませんか。とりあえず頑張りますということでメールをいただきました。そうですね、これ僕の個人的なお話になりますけど趣味と仕事って両立できたら一番理想だと思うんですよね。ただなかなか難しいと思います。趣味って多分すごくコストのかかる部分もあると思うんですよ。でそのコストってじゃあどこで補うかってやっぱり仕事だと思うんですよね。だから僕の中では仕事は趣味のための道具と思ってます。僕はまあ中間管理職ということでね今日もこんな状態ですけども、ただその収入があってで好きなことができるっていうのがなんだろうな、まあ理想だろうね。仕事がそれこそ趣味だったら最高なんだけどなかなかそれってできてる人っていないと思うんです。だから僕の中では趣味をできる収入を得られればそれは理想かなって思いますね。だから、今僕はすごくだからある意味そのなんて言うんだろう、ちょうどいいバランスに入れられるのかなっては思いますね。はい、いいですね。なんかスローライフというテーマでもう一方的な意見があるのかなと思ったらなんかちょっと考えるような意見もあっていいなと思いますね。ぜひあなたのスローライフという考え方とかですね、スローライフってこういう時に感じるなとかそういうのあったらぜひですねメール送ってきてください。まあメールの送り方は何度も言いますけれどもここにね流れてますよね。流れてるよね。流れてますね。はい、ぜひ nas_web@yahoo.co.jp まで、皆さんメールを送りください。今日は最悪だね俺ね。はい、月曜日に懺悔しましょうね。はい、よし、じゃあもう一曲皆さんに紹介しましょう。キャンドルナイトでね、来てくれる予定になっております。ナオミケイさんという方ですね。これまたチャンネルちょっと変えますね。はい、ナオミケイさん、先週ね窓辺の白い花という曲紹介したので今週はリンクというですねちょっとねなんかねちょっと意見にあったんだけどリンクっていう曲
声が小さいっていう意見だったんですけど、これもともとそういう音源でできてるんで申し訳ないですけどね。じゃあ聞いていただきましょう。直美希恵さんでリンク、どうぞ。
最近運動不足のベネルッパです。毎週月曜夜10時から1時間ベベベベベネルッパ。健康診断で肝臓が引っかかったベネルッパです。毎週月曜夜10時から1時間ベベベベベネルッパ。シュークリームの食べ過ぎで銀行の残高が心配なベネルッパです。毎週月曜夜10時から1時間ベベベベベネルッパ。この番組では日常のしょうもないランキングを発表して、お袋へ、最近顔見せないけど俺は楽しくやってるよ、寂しい時もあるけどそんな時はナスウェーブを聞くと元気が湧いてくるんだ、これからも息子をよろしく。毎週火曜夜10時からカモン雄三の優しい独り言。ナスウェーブ初の女性パーソナリティブルースがナスの情報を中心にお届けする1時間、ブルースのハートオブマイン、毎月第2第4水曜日夜10時から。ナスウェーブマスコットのあーちゃんも時々登場するよ、よろしくお願いします。やるなら今その時が来た。インターネットラジオ放送局ナスウェーブの FM コロナがお送りしているコロナ店長のコロコロトーキングは、宇都宮コロナスタジオに毎週素敵なゲストを迎えて楽しく放送している。毎週日曜日夜10時からコロナ店長のコロコロトーキング、みんな聞いてくれ。はい、そういうわけでですね、直美圭さんのリンクという曲を聴いていただいて、そして CM を見ていただきました。まあこのね、あのチャットの方にも本当にこの人キャンドルナイトに来るのすごくねっていうね、コメントはありますけれども、来ます。僕の中ではどういう形でやるのかっていうのが一番不安なんですけど、あのアコースティックライブということで、あのギターであったりピアノであったりそういうので、毎回やってるんですけど、多分この直美圭さんはOKでやるかなって思ってるんですね。まあどういう形になるかっていうのは、まあOKもできるように準備しようと思ってるんですけどね、本当楽しみですよね。6月の19日、土曜日ですね、夕方16時から、夕方4時からですね、夜8時まで、会場は実際あのキャンドルナイトっていうぐらいだから、あのろうそくがねたくさん灯されてすごくいい雰囲気でね、イベントが開催されますので、あのよかったら本当ね、東京から聞いていただいてる皆さんもですね、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。はい、楽しいと思いますよ。ライブもあるし、あとはモニターなんかも出てるんで食べ物も食べられるし、まあ僕らはメイン会場じゃなくてね、ちょっと離れた場所でやってるんであれなんですけど、メイン会場でもカントリーとか、ハーモニカ隊かな、ハーモニカ隊とか聖歌隊とかそういうライブも見られるんで、よかったらね本当皆さん遊びに来ていただけるといいなと思います。本当に駅を降りて目の前ですから、全然8時で終われば、ね、東京の方なんかも帰ることもできるし、まあ、もしよかったらそのままね遊んでっていただいてもいいなと思います。那須高原いろんなところ遊べるところいっぱいありますからね、ぜひ遊びに来てください。そんなわけで、時間ちょっと押して待ってるんで、もう一曲皆さんに聞いていただきたいと思ってる人がいるんです。昨日もね、聞いていただきましたけど、メレメレっていう僕のねすごく大好きなミュージシャンなんです、これね。なんでちょっと聴いていただきたいなと思います。待ち伏せという曲があるので、これをもう一回もう一曲、今日は聴いていただきたいと思います。メレメレで待ち伏せ。はい、じゃあ皆さん聴いてください、どうぞ。寒くなりそうな曲。
はい、というわけで、またおかしな音になってね、はい、そんなわけで聴いていただきました、メレメレで待ち伏せという曲でしたね。今日はキミッチョ
ね、君島大輔、そして直美家、そしてメレメレと紹介しましたけれども、このメンバーがですね、6月の19日キャンドルナイトに遊びに来ますので、ぜひですね、皆さんもその演奏を聞いて、生で聞いていただけたら嬉しいなと思いますね。はい、そんなわけで、いよいよ番組は終盤に差し掛かったということで、僕もギターを持ちましてですね、目指せ、ミュージシャンへの道ということで、今日は酔っ払いながらですね、僕歌うんですけど、大丈夫かなっていう不安がすごくあるんですね。いよいよチャットも止まっておりますが、まあ、今日も歌いたいなと思います。先月5月はですね、僕の大好きなサニーデイサービス特集ということで、サニーデイサービスを歌ってもらいましたが、6月に入りましてですね、まあ、今日はちょっと、別な人の曲をやろうかなと。サニーデイサービスのボーカル、サニーデイサービスって知ってる方どうかなと思いますけど、いるかなと思うんですけど、高円寺からありがとうございます。かっこいいカモンさんって、これからろくでもない歌、僕がね、下手くそな歌を歌いますけれども、サニーデイサービスのボーカルの曽我部圭一さんっていうのがやっぱりユーストリームで番組やってるんですね。でこの間曽我部圭一さんが仙台までライブに行ってきたんですよ。何かっていうと、小沢健二さんがまたライブというか音楽活動を再開してですね、今全国ツアーというのをやってるということで、仙台までね、その曽我部圭一さんが行ってきたんですね。それ聞いてすごく、あ、いいなと思ったんですよ。もう僕なんかもうリアルタイムでフリッパーズギターとかね、小沢健二っていうのはもうね、小沢健、リアルタイムなんで、すごくいいなと思って、で今日は僕の小沢健の中でも一応並木のセレナーデっていうね、すごくすごく好きな曲があるので、今日はそれをちょっとやってみたいなと。カローラ2に乗ってじゃないんだけどね、一応並木のセレナーデっていうのを歌ってみたいと思います。はい、今日はねちょっと卑怯な技を使います。何かっていうとエコーとかいっぱい聞かせちゃいます。はい、じゃあ一応並木のセレナーデ。きっと彼女は涙をこらえて、僕のことなど思うだろう。いつか初めて出会った一丁並木の下から、長い時間を僕らは過ごして、夜中に甘いキスをして、今は忘れてしまった、たくさんの話をした。もし君がそばにいた、眠れない日々がまた来るのなら、弾ける心のブルース、一人ずっと考えてる姿勢、ああああ I'm ready for the blue.
春にふと多く根が出てゆくと君はずっと眺めていたよ。うん、失敗したねこれね。そして過ぎてゆく日々を踏みしめて僕らは行く。やがて僕らが過ごした時間や呼び交わし合った名前などいつか遠くへ飛び去る星屑の中のランデブー。もし君がそばにいた眠れない日々がまた来るのなら弾ける心のブルース、一人ずっと考えてる姿勢、あーあーあー I'm ready for the blue She said, I'm ready for the blue. はい、ありがとうございます。小沢健二さんで、どうなんでしょうね、小沢健二さんでイチョウ並木のセレナーデという曲ですね。ふと気づけば11時を過ぎているということで、それではですね、鴨雄三の優しい独り言、あっという間の1時間でした。もう本当ね、今日ごめんなさいね、本当ね、モートルさん本当ごめんなさい、途中でね邪魔してしまいましてね、まあそんなわけで、鴨雄三の優しい独り言今日はここまでで、明日はですね、ハートオブワインね、チャットにも参加しておりますナスウェーブブルースさんのですね、ハートオブワインが明日放送になりますので、明日もこの時間ぜひですね、ナスウェーブ見ていただけると嬉しいなと思います。はい、それではですね、今日も皆さん1時間ありがとうございました。それでは鴨雄三と会うのはまた来週ということで、皆さんまた来週会いましょう。よろしくお願いします。それでは皆さんバイバイ。See that.